試合、ユニコーン対コナ東京の試合です。それでは参りましょう。波動ファイト。さあまずはユニコーンのステータスからご覧いただきましょう。1番、はい、奥川由紀子選手1153、真ん中響選手1135、そしてルティ選手が5311、はい、対するコナ東京はウィー選手が5311、そして高大選手がですねなんと1135のすぐ選手、1225で来ております。はい、はい、珍しい、ちょっと変えてきましたね。そうですね、はい、1135ではなくすぐ選手が1225と、はい、ある程度大きさも少しあるような形のステータスになっております。で対してユニコーンも今まで使ってこなかったステータスで挑んできてまして、はい、1人先ほどアークエストと同じ構成ですね、はいはいはい、1153というチャージで壁が中程度硬いものというものを入れてきてます。さあチャージもできる、たくさん打てる、そうですね、シールドも貼れる、はい、序盤ゴナ東京リードを取ってるんですけれども、はい、割りリードで若干ユニコーン側が取れるかもしれないので、はいはいはい、この割り切れた後にどれだけキルが取れるか、ね、このユニコーン選手が何としても割って、はい、グティ選手がしっかりと取ってというところも、ね、やはり最後グティ選手側にキルを展開してここを取れるか、取ってきた、さらに取った、